テレビに出てきたことを話してるわけ、あんなに無責任に言う人たちのためにかなり厳しく言ったわけなんです。あ、なるほど。ですから、あの、中川さんのことじゃないんです。中川さんのことでもないんです。全然。これはこういうことを言いたかったんです。あの、これ始めると長くなっちゃうから簡単に問題提起だけしますけどね、真の革命者というものは民衆を敵にすることをですね、恐れないものじゃなきゃならんはずです。民衆の大部分がって言いますけど、民衆なんてものはないんです。個体の人間が、それぞれ人間がいるだけなんです。さまざまな、その中で多数を占めるからそれが正しいんだって言ったらば、大東亜戦争中の日本のジャーナリズムも人々もみんな大東亜戦争を正しいと言ったのです。そしてあそこでもって大東亜戦争が正しくないという、萩五郎さんや三木清さんみたいなことを言うのはね、民衆を敵にすることだったんです。だから僕はそのことだけを問題提起としてね、ちょっとはやっぱり多数がそう思ってるからっていう言い方はならないし、それで自分の職業上僕は言ってみなければ納得しません。そしてなるべく真相に近いことをお知らせしますという職業だから。はい。